イザーク・ストロースは、フランスの作曲家、指揮者。出身地ストラスブールは、フランスとドイツが、領有権をめぐって争った地であるため、生の読みはフランス語風のストロース、ドイツ語風のシュトラウスの二通りがある。文化人類学者、クロード・レヴィ・ストロースの祖祖父である。1806年、ストラスブールで生まれた。早くからパリに移住し、バイオリニストとして活動した。 1830年代に彼が創設した楽団は頭角を表し、フランス国王、ルイ・フィリップ一世の夜会の音楽担当責任者になった。オペレットの大作曲家として知られるジャック・オフェンバックの友人であり、仕事上の協力関係にあった。地獄のオルフェの劇中に登場するカドリーは、ストロースが作曲したものである。ストロースは、オペラザノブ東会の責任者に任命され、 宮廷のためにワルツなどの舞踏音楽を演奏した。マチルド・ボナパルト王女によってサロンに迎え入れられ、またパリ音楽院が相談協会の設立にも参加した。フランス皇帝ナポレオン3世は、当時はまだ皇位の者のにふさわしい居住地区がなかった、ビシーに保養に出かける際、ビラストロースと呼ばれる、ストロースの豪華な邸宅に宿泊したという。 ウィーンのヨハン・シュトラウス一族との血縁はないが、ワルツ・王ヨハン・シュトラウス二世と同時代のシュトラウス姓の音楽家だったことからしばしば混同された。イザークの作品は出版される際にヨハン・シュトラウス作曲と表紙に書かれることもあった。イザークの写真の下にヨハン・シュトラウスと書かれた絵はがきも残っている。イザークは生前は蝶がつく有名人であり、パリの人間にとっては ビーンのシュトラウス家よりも、むしろ有名だったが、今日ではすっかり忘れ去られている。若い頃のストロース娘の一人であるレアストロースは、ギュスターブレビと結婚した。彼らの息子であるレーモンは、両親の姓を組み合わせて、レビストロースを名乗った。レーモンは、エコールデ・ボザールに入学し、画家を職業とした。レーモンは、トコにあたるエンマルビと結婚した。レーモンとエンマの息子が、 クロード・レヴィストロースであり、彼は、イザークやレーモンといった、芸術家を先祖に持ったおかげで音楽に、多大な関心を寄せるようになった。在日フランス大使館公式サイトの記事、クロード・レヴィストロースが100歳の誕生日より、ハット ABCDE ベルトレ P10、ABC ベルトレ P11 コミヤ P100 コミヤ P101、パオラッチ、P119、ABE ベルトレ P12、 ありがとうございます。